皆さんこんにちは。ファイナンシャルプランナー新田裕美、浜松家づくりカフェ、本日は第34回目の放送です。この番組は浜松で家を建てたい方、また将来的に建てたいなと思ってらっしゃる方に、ハウスメーカーや地元浜松の工務店ビルダーさんのご紹介をしてまいります。またファイナンシャルプランナーとして住宅取得に必要なマネー情報なども盛り込んでいきますよ。それでは本日のゲストをご紹介いたします。サーラ住宅株式会社様です。ご案内は浜松展示場の佐藤裕太様です。佐藤様、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こちら浜松の各のね、はい、宅の目の前なんですけれども、はいはい、こちらの築どのくらいなんですか？お住まいになられて、はい、1年と少しになります。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今日はこちらのお宅を拝見させていただけるということなんですね。はい、はい、そうです。よろしくお願いいたします。そしてまず最初にですね、はい、質問していることがありまして、はい、サーラ住宅様の、はい、家づくりのコンセプトというのをお聞かせ願いますか？はい、はいはい、サーラ住宅の家づくりは、はい、住み心地と耐震性、そして自由設計を兼ね備えた外断熱工法の家づくりです。はい、なるほど。じゃあすごく耐震性に優れていて、はい、それでもすごく非常に、まあ、いろんな空間が取れるようなそんな感じになるわけですか？はい、そうです。はい、じゃあそちらのお宅もそんな風になっていらっしゃるわけですね。そうですね、はいはい、ではご案内をお願いいたします。はい、お願いいたします。失礼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 します。もういきなり大空間が見えますね。はい、そうですね。素敵ですね。はい、では早速、はい、まずはオーナー様のご紹介をさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日の、お宅のオーナー様をご紹介いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうぞこちらへ。どうぞ。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。こちらもよろしくお願いします。築1年というふうにお伺いしたんですが、住み心地はいかがでございますか？そうですね、冬は高くて、はい、まあ、高気密、高断熱ということで、はい、非常にその気密性が高いものですから、はい、エアコンをかけても本当にすぐ涼しくなったり、はい、暖かくなったり、非常に住み心地のいい、家です。あ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます。前のお宅からまだ変わったということなんですけれども、やっぱり全然違いますか？そうですね、はい、1年半ほど前に、はい、建て替えをさせていただきまして、はい、今回家族がですね、うん、2人に、まあ、減ったもんですから、はい、自分たちの生活ライフに、うん、非常にマッチしたような形の家を作りたいなと思って、うん、狭い部屋をいくつか作るんではなくて、うん、2人だけの部屋、はい、ということで、まあ、大空間のそうですね、LDK を作りたいなということで、うん、サーラさんにご相談かけました。あ、そうなんですね。確かに、ね、これからちょっとね、ご案内を詳しくしていただくんですけれども、この一階のリビングダイニングがね、非常に大空間で天井高も高くて本当に気持ちがいいですね。はい、そうですね、まあ面白いうちをちょっと作りたいなと思って。あ、そうですか。はい、じゃあその面白いところを、じゃあご案内をぜひよろしくお願いいたします。リビング入ってすぐなんですけれども、はい、こちらに扉がありまして、はい、こちらはどんな風に中になってらっしゃるんですか？一般的には、はい、普通の玄関からお客様入っていただくんですけども、はい、ここの部分はですね、はい、シューズクロークを含めた、はい、収納を確保したいということで、はい、まあ、その他いろいろなものが入っています。はい、あ、ちょっと開けてもよろしいですか？ちょっと失礼します。はい、こんな感じにのれんでくぐってかけてらっしゃるんですね。そうですね、はい、うん、ドアとを作るとすごく閉鎖的になってしまいますんで、はいはい、のれん等でですね、はい、簡易的に、うん、非常にそのフリーなエリアということで、はいはい、使うようになっております。うん、なるほど。でもここにちょっとしたね、クローゼットみたいなのがあると楽、いろいろ楽ですっきり暮らせますよね。そうですね、ちょっと今と、はい、ちょっといろいろなものがありますけど、はい、ありますね、いろいろね。はい、はい、でもこれね、あるおかげですっきりって形で、そうですね、はい、はい、いつもすっきりするってことですね。はい、どうもありがとうございます。はい、はい、このメインのですね、はい、リビングダイニングなんですが、はい、本当に天井高が高くて広くて、あとすごくモダンな感じです。とても素敵ですね。そうですね、はい、床をですね、はい、大理石調風のですね、はい、合板使いまして、はい、非常にこう
反射率が高くて、うんうん、白で、うん、広さを感じさせるような、そうですね、そういった床にさせてもらっています、うん、で台所とリビングが、はい、非常に一体感、うん、さらに和室もですね、一体感が取れるような、うんうん、非常に大空間のものが、はい、2人だけの生活には非常に合うのかなと思って、うんうん、そういう設計をさせてもらいました、うん、はい、本当に広いですもんね。天井高とか何メートルぐらいあるんですか？そうですね、7メーターくらいあります、はい、すごく高いですね。そうですね、もう一番上の方はもう直接屋根になってます。外は屋根になってますので、はいはい、非常にその分ですね、うん、開放感が取れるような形になってます。あとね、家具のセレクトも非常に素敵ですよね。私たちになって新しくセレクトされたわけですか？そうですね、うん、この白いね、大理石調のものに家具とかもすごくマッチしてまして、うん、本当にね、素敵ですね。あ、すいません、ちょっと見せていただいてもよろしいですか？昼間はあれですか、じゃあほとんどやっぱその1階で過ごすって形なんですか？そうですね、うん、もうほとんど2人で1階で過ごしてます。あ、そうなんですね、はい、はい、まあ、ソファーもありまして、まあ、お玉付きもあったりとかね、すごいいろんなとこ座ったりする場所があって一番どこがお気に入りなんですか？そうですね、この白いソファーですね、うん、やはりその、カウチが大きいですから、うん、ゴロッと横になったり、うん、簡単に言えばベッドとして使うこともできますんで、でこれ横になった時に天井が高いんでね、本当気持ちがいいですね。そう、こんな感じになるわけですね。そうですね、また座ってみるのとまた違いますね。うん、そうですね。天井には窓を、開閉式の窓を2箇所、はい、設けさせてもらって、はい、春や秋はですね、うん、下からの空気が上の方に、暖かい空気が外から逃げるような形になってますので、はいはい、非常に風通しがいい、うん、気持ちのいい風が入るようになりますね。そうですか。これだけ背が高いので、まあ、逆に冬とか寒いとかそういうことはどうですか？あ、冬は逆にもう締め切っちゃいますし、はい、うん、家自体が外断熱の高気密高断熱になってますので、はい、さほどそう感じることはないですね。そうなんですね、はい、やっぱり家自体がこう高気密なのでしっかりしてらっしゃるので暖かいという形なんですね。そうですね、じゃあ1年半、1年っていうことは本当に春夏秋冬全部過ごされてって形なんですね。そうですね、まあ、日本の夏ってね、本当にジメジメしてますけどね、ここがね、大変なところですよね、やっぱりね。そうですね、うん、で今は冷房が入ってますけれども、実は普段は冷房をほとんど使ってらっしゃらないって話を聞いたんですけれども、はい、そうです、風がかなり流れる感じなんですか？そうですね、本当に、まあ、一般的に扇風機があればいいくらいな感じで、はい、そうなんですね、はい、で当然南北窓も多めに取ってますんで、はいはい、通しは非常に、それとも光が非常に入るような、うん、窓も大きい、そういう設計にしたもんですから、うん、非常に体のいい、体に非常にいい仕様になってますね、うん、なるほど、はい、確かそうですね、おしゃれだけではなくって過ごしやすさもすごく追求されたということでね。そうですね、はい、ありがとうございます。キッチンもね、とってもモダンで素敵ですね。はい、ありがとうございます、はい、なんかとっても広いキッチンなのですごく使いやすそうですね。そうですね、はい、東洋キッチンの、はい、キッチンなんですけども、はい、やっぱり特徴としまして、この 3D シンク、はい、3D シンクが、はいはい、一番特徴ですね。で、はい、こんな風に、1、2、3、はい、3段のこう、はい、形に分かれて、うん、はい、例えばまな板でここでこう洗い上げし、はい、切って、はい、で下でここでザルか何かで入れた時にザーッとこう水で流して洗って、はいはいはい、っていう風な使い方もできますし、便利ですね、はい、であと例えば洗い上げのものをちょっとここに置いといて、はい、これでこうちょっと隠すこともできますし、はい、お客様が来た時なんかはちょっと目隠しにすることができるんですけど、はい、そういう便利さがあるんですね。そうですね、とても優秀ですね。そうですね、はい、なるほど、はい、これって両方蛇口がありますけど、これは両方出るんですか？あ、水、はい、両方出ます、水とお湯と。そうなんですか、はい、でこちらはこういうコースになってますので、はい、こう
綺麗ですよね。はい、便利ですよね。はい、でこちらで、はい、まあ、あの一人の人がちょっと使って、はい、もう一人の人が何か使いたいって時こっちで、あのもう一人の人は何か使うとか、二、はい、人でこう作業する時も二つあるので便利です。はい、便利ですね。確かに、はい、ご主人も一緒にご料理とかされるんですか？そうですね。あの時たまあのお手伝いという形でさせてもらっております。はい、じゃあ二人でね並んでやっても本当にこう楽しみながらできる感じでいいですね。そうですね。あと一つあのこのキッチン特徴なのがこのピンクのこのなんですか壁紙なんですかこれは。そうですね。そうなんですか。あのちょっと壁紙に一瞬見えないんですけれどもとてもこれおしゃれですよね。これはどういう形でこれをセレクトされたんですか。うん、まああのこれ選んだのは私なんですけども。あ、そうなんですね。はい。そうなんですね。はい。あの玄関の色が、はい、あのまあ赤といいますか、はい、ますかピンクといいますか、うん、ちょっと派手な形にさせてもらったもんですから。はいはい、玄関を開けたらまず家に入る、うん、家に入っても同じような色のものがあるということで、うんうん、2度びっくりしてもらおうかなと思って。そうなんですね。それも一つの、うん、まあ、あの面白さというか、まあ、お楽しみの部分でして、うん、確かにねすごくね目につきましたけど、ね、このピンクは何だろうみたいな感じで、はい、でもとってもこうアクセントになっていて、うん、あの素敵ですね。はい、そうですね、あの他が白いんで、うんうん、明るさをより引き立てるような形になると思いますね。はい、あの使いやすさとね、あのすごくモダンさがあの同居してましてすごくいいですね、キッチンですね。使い勝手もね、本当に良さそうですもんね。そうですね。はい、あのキッチンのすぐ脇にこうダイニングテーブルという形なんですけれども、これやはりお料理しながらこう会話したりとかって形でこういう形にされたんですか。そうですね、うん、やはりあの横に並べればこうお料理を横からこういうふうにすぐ出せるということで、はいはい、まあ、私が あまり移動しなくても楽かなと思ってこうさせてもらいました。はい、でもここはちょっとまたあの色味とかも変えて、うん、あの隣にあるんですけど色も変わって照明も変わってちょっとまた違う雰囲気で素敵ですね、ここもね。そうですね、うん、やはりこちらは少しあの蛍光色ですけども、はい、ここは少しあの温かみのある色合いで、うん、少しこうあの優しい和やかな雰囲気で食事ができる、うん、そういうコンセプトで、はい、このようなちょっと、黄ばんだような色といいますか、うん、はい、そういった色目にさせてもらいました、うん、あ、ちょっと優しい感じになってます。これも素敵ですね。はい、あのね、こういう色使いでもその参考になると思いますので、はい、ご覧になっていただ、あのいただいている方はあのぜひ参考にしていただいて、まあ、照明ですとか色使いとかね本当に参考になります。ありがとうございます。和室になるわけですね。そうですね、はい、この扉を開けてしまうと本当に一つの空間の形になるわけですね。そうですね、はい、常日頃はこう開けときまして、はい、もしくはあのお客様が来られてお泊まりになるような場合はですね、はい、あのやはりその個室というものが必要となってきますので、はい、この部屋を作りました。あ、なるほど、はい、確かにね、あの泊まっていただくスペースが、ね、必要ですのでね、ただ普段は開けてあの、まあ、リビングの一角みたいな形で使ってらっしゃるんですね。そうですね、はい、でもね、ここもね、とてもモダンで、和室もモダンですね、とってもね。そうですね、はい、あの畳は、その琉球畳といいますか、はい、そういったあの縁のない畳にさせてもらいまして、はい、まあ、非常にこう、うん、重厚の、うん、を意識してそうですね、はい、させてもらいました。まあ、この畳好んで使われる方多いですよね。そうですね、縁がないのでこうすっきりしたりとかね、ね、形もね、あの可愛いですよね。はい、どうもありがとうございます。あのこれからのお2階をねご案内していただくんですけれども、この階段がとっても印象的ですね。はい、そうですね、存在感ありますね、とってもね。はい、はい、そうですね、あの、まあ、大吹き抜けを作りましたんで、はい、リビングからその2階に、つながる階段というのは、はい、やはりそのスケルトン階段で、うん、非常にその、はい、開放感のある、うん、あのまあ、シンプルなものがいいかなと思いまして、うん、はい、でこのような階段にさせてもらいました。あ、なるほど、あのステンレスに黒でとてもかっこいいですよね。はい、そうですね、はい、じゃあ2階のご案内お願いいたします。はい、はい、それでは2階をちょっとご案内しますね。上がってきてください。ここはあの下から見た場合にこの2階の天井が見えるものですから、蓄光といいまして光を蓄える壁紙を使ってます。 ですからここを光を当てて、で、
電気を消して下から見るとここは光るような、だから一階から見るとここはそのキラキラして星のような星が散らばってるような、とっても素敵ですね。そういうふうに見えるような壁の壁紙を作ってます。そうですか。でこれはこう下のね、お星とか月とかのあれですけども、やはりこの形みたいな形でこうキラ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 するような形なわけですか。そこまでは明確じゃないんですけども、まあ、うっすらと全体的に輝いたような形になります。いいですね。いながらにして夜空の観察というか、そこまではあれですけど気分的にね。そうですね、そうですね、そういう感じは出ますね、雰囲気は出ますね。あ、はい、夜来てみたいですね。どうぞ、いつでもどうぞ。で、じゃあこの奥はどうなっていらっしゃるんですかね。はい、では奥は、はい、どうぞ。はい、失礼します。失礼します。はい、どうぞ。はい、こちらのピアノとエレクトーンがありますが、どんなお部屋なんですか。はい、はい、ここは、まあ、私の趣味の部屋になるんですけれども。趣味の部屋ですか。はい、まあ、本当にこじんまりですけれども、はい、まあ、近所の子が、はい、習いたいっていう子がいれば、はい、ちょっと教えてる、あ、そうなんですね、ピアノとエレクトーンを教えてるんですけれども、はい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 、素敵ですね。でも両方で、とても上手でいらっしゃるんですね。いやいや、とんでもないです。でもすっきりして、でもね、両方の存在感ありまして非常にいいですよね。うん、そうですね、はいはい、でやっぱりピアノを置くっていうことで、うん、ここの床のところはやっぱり、はい、補強してもらってます。そうなんですね、はい、それは先に大工さん、大工さんというか正原さんの方に、はい、ご相談かけて、はい、でじゃあ補強するようにということで、うんうん、してもらってますので、はい、じゃあこの近所のお子さんがね、こうなっと来た時にすごい喜ばれるんじゃないですか。そうですね、うん、はい、下のね、建物にこうリビングを通ってそうこの辺に、ね、2階に来るので、うん、なんか毎週楽しみな気がしますね。そうですね、はい、でここからこう覗く、はい、外を覗くんですけど、子供が、はい、うん、でなんか僕のお家が見えるかなとか、はいはいはい、あの家はお友達の何々ちゃん家だとかって言って、はいはい、よくお話してくれます。そうなんですね、はいはい、会話も弾むね、はい、お部屋ですね、そうですね、はいはい、またカーテンを下ろすと雰囲気がまた違いますね。そうですね、はいはい、ここはちょっと私の好みで選ばせてもらったんですけれども、はいはい、普通のこう窓じゃなくて、うん、ちょっとやっぱり変わったこういう縦長の窓にしたかった、うん、はいはい、そのためにカーテンもこういうシェードカーテンに、はい、してもらって、はい、でこの色違いにこう交互にっていうのは、うん、主人の意見で、あ、そうなんですね、はいはい、でこのようにつけました。本当にあれですね、お二人のこう意見を一致させて作ったお家なんですね。そうですね、はい、でお2階のね、こちらが、まあ、2階で水回りって形なんですけれども、はいはい、そうですね、こうやって階段を上がってきまして、うん、その部屋として作るんではなくて、はい、その廊下の一部分として、ここに洗面所を作り、はい、でこちらトイレになりますけど、はい、トイレを作り、はい、こう動線が非常にこう流れるように、うん、トイレに行って洗面所行って、はい、あとクローゼット通って寝室に行けるような、うん、はい、非常にこうスペースを有効的に使いながら動線を、うん、こうスムーズな動線を描けるような配置にしてあります、うん、なるほど、はい、でこちらはまっすぐ寝室、クローゼット通って寝室って形になるんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。こちらが、クローゼットになるんですけども、はい、クローゼットを通って寝室に行く形になります。はい、失礼します。こちらがクローゼットなんですね。はい、そうです。なんかクローゼットの中がすごく風通しがいいですね。あ、はい、はい、窓を東と北側とにつけまして、はい、で、まあ、北側につけたのは、はい、南の寝室からのこう風通し、はい、それから東側につけたのは、はい、まあ、明かり取りと、はい、それから、まあ、今ちょっと閉めてあるんですけれども、はい、西側の南戸の方に、南戸のドアを開けると窓がありますので、でそちらで今度東西の風が抜けるようにということで、はい、確かに風通しがいいとね、いいですもんね。そうですね、東西南北を考えて全部作ってらっしゃるんですね。そうですね、やっぱりクローゼットは、はい、結構湿気がたまりやすいので、うん、風通しを良くしようと思って、はい、なるほど、はい、これもいいアイデアですね。そうですね、はい、窓を見て、はい、でここの窓の位置なんですけれども、はい、これも、もうあらかじめタンスのサイズを測っておきまして、はいはい、でここにこうちょうどタンスとタンスの隙間に窓が来るようにということで、はい、サーラさんの方に、こう、うん、寸法を調節してもらって、うん、ここに
つけました。ぴったりと本当ぴったりですもんね。はい、はい、あそこまでして作ったんですね、これね。はい、そうです。なるほど。なのでスッキリ感もね、いいですね。はい、はい、じゃあこちらが主寝室の形なわけですね。はい、はい、そうです。はい、はい、こちらで寝てるんですけども、はい、でも風通しがよくてね、涼しくていいですね。そうですね、はい、夏の暑い時でもちょっと2階ですので、はい、まあ雨戸は閉めずに、はい、しばらく開けといて、はい、ちょっと風通しを良くして寝れば本当に気持ちよく寝れます。いいですね。奥の部屋が、はい、主人の書斎があって、はい、そうなんですね、はい、うん、あ、ご主人いいですね、書斎付きでね。そうですね、はい、私の子守部屋ですね。あ、なるほど、いいです。そういう空間もね、必要かもしれないですね。そうですね、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、それではですね、今日は本当にどうも素敵なご自宅を開放いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、最後にね、ちょっといろいろお伺いしたことがありまして、まずサーラー様に決めたというのは何でございましょうか。そうですね、はい、前回お話しさせてもらったようにですね、はい、自分としては面白い家を作りたいということで、はい、まあ、台所とリビングが非常に空間が大きな空間を作った、そういった工法をお持ちのサーラーさんが非常にいいということが感じたものですから、うん、はい、それとやはりお泊まりハウスに代表されるように、はい、体感できる家づくりといいますか、はいはい、サールさんの高気密高断熱の、あったかい家を体感できる、はい、そういうことが自分としても体感できたものですからということですね。なるほど。リビングが非常にこう開放的に大きく取れるというのは、これサーラ様の特徴なんですか。そうですね、はい、木造の在来工法ですけども、はい、耐震性能をですね、はい、高める、パネル工法も採用しながら、はい、今ここに柱が1本見えておりますけども、はい、うんうん、基本的には LDK にスパンを非常に飛ばせてですね、はい、うんうん、吹き抜けも取れても、はい、耐震等級3、最高等級の3が取れております、はい、うん、なるほど。まあ、そういうのもじゃあお気に召して、まあ、こちらのサーラーさんにという形になったわけですね。そうですね、はい、それと佐藤さんを目の前にちょっと話しづらいんですけども、はい、やっぱりその、はい、佐藤さんの穏やかな性格の中にもですね、はい、見配り気配り思いやりのような、はい、そういった対応を自分たちにもしていただきましたし、はいはい、私も何回かその仕様変更させてもらったんですけども、はい、その仕様変更に対しても柔軟に対応していただいたもんですから、はい、そういったところに非常にその佐原さんのですね、魅力を感じました。あ、なるほど、はい、佐藤さんもね、答えも良かったということで、まあ、非常に相性も良かったということで、マッチングマークいたということで、ね、本当に良かったと思います。はい、それでは最後にですね、いつもお伺いしていることがありまして、ぜひこれから家を建てる方へのアドバイスというのをね、ぜひお伺いできればと思うんですが、お願いいたします。そうですね、私もその家を建て替えたいなと思って、はい、5年以上かかりました。あ、そうなんですか。いわゆるその時間に余裕を持ってですね、はい、自分のペースで、はい、自分のこういった家を作りたいなっていう意思をですね、うん、確実に持って、はい、マイペースで、家づくりをお考えになった方がいいですね、はい、それともう一つはやはりそのいろんな建築屋さんがおられますんで、はい、それぞれの特徴のあった工法とか、はい、デザインとか、はい、そういうのありますんで、はい、いろいろなメーカーさんを回ってですね、はい、いろいろとご意見を、はい、伺って、うん、自分のその家づくりに役立てるっていうのが重要だと思うんですよね。でさらにその相談してしても対応が非常にすぐやっていただけるような、うん、身近なアドバイスをしていただけるようなそういうメーカーさん、はい、それと最後にやはりその高い買い物になりますんで、うん、そのコストが明確な、に出していただけるようなメーカーさんがよろしいかと思います。貴重な、ね、ご意見を本当にアドバイスどうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、見た方は、ね、本当に参考になるというのが、ね、多いと思います。はい、ぜひこちらの仕、ね、様とかやってみたいという方はぜひサーラさんにもご相談していただいてご意見いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。